チェルシー生え抜きの男、スペインのビッグクラブへ。チェルシーは、今後数週間以内にこのアギャラガーをアトレティコ・マドリードに売却することを検討するかもしれない。アトレティコ・マドリードは、このミッドフィルダーに大きな関心を示している。ギャラガー嘘だろ。マジでチェルシーの上層部は何を考えてる。ギャラガーよりも売却するべき選手がいるだろ。リアビはサウジだしギャラガー売却しそうだしもう知らん。なんでギャラガー売却しようとしてんねん。エンソも処分決まってないのにサントスまで出すの頭おかしい。ギャラガー放出して KBH 獲得とか弱体化でしかないんだけど根下で弱くなるってどういうことなん。チェルシーフロントさんよ。クラブとしての大事な何かを見失ってる。移籍して欲しくはないけど、ギャラガーとアトレティコはめっちゃめっちゃ合いそう。ギャラガーのアトレティコはめちゃくちゃしっくりくるてか絶対ハマる。マジできついけど、国外なのが救い。現地サポがギャラガー出ていけムードなんだけがマジでムカつくわ。